インデックスの考えが寄ってくるのかなって思って、僕もやっぱインデックスで、後輩とかも大好きなんですけど、やっぱりインデックスが合理的だなと思ってる部分があるので、すごく心強い発言というか、はい、よかったです。ただ、まあ、そもそもなんですけど、まあ、月30万円インデックスで積み立てる人ってかなり少数派だと。ちょっと待って、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 エル、エル、一位ですか？エル、エル、グク。私は2024年1月から新ニーサで積み立て投資をスタートしました。今回は新ニーサ1ヶ月運用結果を公開していきます。さらに今回はおまけとして積み立てニーサ運用結果も公開したいと思います。2024年に新ニーサが始まったので